仕事の生産性、業務の効率、ベテランのノウハウなんかがうまく引き継ぎきれてないと。とにかく時間かかるのはデータを集める、ここ図面を引っ張ってくる、あるいは設備の検査記録、あるいは P&ID、 それから運転のデータ、これらを集めてデータを整理して、そして次の保全計画、あるいは何らかの意思決定をしていく。6割から8割ぐらいの時間を費やしてて、実際にその付加価値の高い、あるいはその実際の業務の改善につながるような仕事って実は2割3割ぐらいしかできてない。例えば機器壊れましたって言った時に、機器図面を引っ張り出す、過去の保全履歴を引っ張り出す、で将来の保全計画を引っ張り出す、例えば傾向とかが見えたりすると、それの予測に基づいて現場に行くっていう流れなんですけど、このいろんなデータを引っ張るのにですね、結構時間かかるんで、30分1時間とか結構時間かかっちゃって、初動が遅れがちになるんですね。新しくメンテナンスするだとか、物を購入するってなると、絶対にまず現場を見に行って確認しないといけない。プラントは決して新しくありませんし、まあ、それをきちんと維持、安全に維持管理していくと大きな課題である。まあ、限られた人員、限られた能力の中で、いかに最大のパフォーマンスを上げていくか。コグナイトのこのサービス、製品性、お話を伺ったときに素晴らしいなと思ったのが、コンテクスト化っていうところですね。現場の皆さんのニーズを考えると、リアルタイム性だけではなくて、過去を全部分かる力。今までつなげることなんて絶対できないと思ったデータが見えるようになるんですよ。意思決定を早くできるということはもうすでに実感しております。最大限業務効率を上げることによって、その新規のビジネス、ニュービジネスの方に人材をシフトできると、将来のニュービジネスにリソースを配分していくということ。製油所のエンジニアもリモートワークができる環境を構築しようというのは一つのコンセプトとして持ってます。例えばドローンとか点検ロボット、あるいは VRですね、こういったものを最大限活用することによって、その危険のリスクを最小化できるというふうに思っております。 IT 部門にとっても、要するに運用負荷を考えると非常に助かるシステム。ワンクリックでいろんな情報がね、画面に展開されるっていうのが一番いいかなと。パソコン上で全て網羅できる、抽出できるっていう環境になれば、それこそ場所を選ばず仕事ができる。データを統合することによって、産製油所の業務をですね、統合することができる。一元管理することで、省力化、こういったことも進められると思います。運転データだったり、過去の保全履歴であったり、あるいは今まさにどういうこと、どういうオペレーションをしているかっていう、そういう状況であったり、そういったものを重ね合わせて、さらに過去に起きた不具合、他製油所、他社でのトラブル、これを重ね合わせたときに、いや、やっぱりここで何か起きるぞ、なんてことにね、予知できる。AI とかロボット、そういったものがやってくれることは、スカイラに任せて、より創造的なこと、より将来の目的であったり、そういった事業、あるいは業務に人間が携わっていくと。そういった仕分けができれば、効率の良い短時間勤務で、最も生産性の良く、しかも、当事者にとっては非常にやりがいのある、そういった姿。デジタルケーパビリティをコスモの中で上げていくためには、強いパートナーシップが重要なんです。コグナイトには絶大なる期待をしています。